みなさんこんにちはトレックボーイですスタートレックストレンジニューワールドシーズン1第10話情けの価値のあらすじや感想を語っていきますまだご覧になっていない方は J コムストリームまたは Wowow オンデマンドで先に第10話をご覧くださいいいでしょうかでは始めます 今回は歴史を変えようとしたパイクの前に未来のパイクが現れて悪い未来を教えるという話です。未来は確定したものではなく現在の行動によって時間の流れつまり未来がいかようにも変わっていくということでしょう。この場合の未来とは2266年に ロミランとの中立地帯で起きた紛争のことですこのロミュラン戦とエンタープライズ号のバトルは TOS シーズンワン宇宙基地 SOS で描かれました今回のエピソードはその同じ出来事を描いているのですがパイクの行動によって時間の流れが変わりいろいろな違いが生まれます TOS もご覧になれば 両者の違いがよくわかりますが今回のエピソードだけでも悪い未来の深刻さは十分に伝わりますただここでいう悪いとは便宜的にそう表現しているだけで正直言って良し悪しの判断はできないようにも感じますストーリーを追っていきましょう ロミラン帝国と連邦の間にある中立地帯は100年前の戦争のあと和平協定によって設けられたものです。両者は顔を合わさないままずっと対立を続けていて中立地帯に入ることは戦争行為とみなされます。その中立地帯の端にある前哨基地にエンタープライズ号と カユーガゴーが来ました基地の補修と物資を供給するためですところがその基地の司令官の息子がマート・アル・サラーフと知ってパイクの顔色が変わりましたマートは将来の放射線事故で亡くなる候補生だからですパイクはマートに手紙を書き始めました 君の未来についいて知らせたいことがあるとするとそこに未来のパイクが現れました怪しむパイクに対して未来のパイクは本人しか知らない秘密を暴露しますそれはちょっと面白いのですが最初のポニーの名前が「碑心鏡」サー・ネイザー・アート。 たこと「ネイ」は「稲なく」ですから英語の意味は「たくさん稲な泣き鏡」みたいな名前でえ吹き替えのヒヒーンがぴったりですねそのポニーが足を折って安楽死させられた時に1週間泣いたということも秘密だったようです。 未来パイクが本物であることは間違いなさそうですそのミライ・パイク曰く一通の手紙から連鎖反応が始まり悲惨な未来に変わってしまっただからボレスのクリンゴン修道士に頼まれてタイムクリスタルで未来を見せるよう言われたその際にバトラフの代わりに「 タイムクリスタルを借りてきたとミライ・パイクが言ったことから最初は修道士から「あの手紙を書いているパイクを殺せ」とミライ・パイクは命じられたのかもしれませんね。過去の自分を殺せとは何とも奇妙で不思議な話です。さてここからが2266年つまり 七年後の世界です TOS の宇宙基地 SOS と同じことが起きます冒頭の結婚式も同じですね今回の吹き替えのセリフは TOS の吹き替えを意識した言葉になっています全く同じセリフもありますパイクがブリッジに入ると第4全焼基地が攻撃を受けている状態でした ウフーラは TOS 風の襟の開いた制服でイヤリングも同じですねちなみにコトブキ屋が発売予定のウフーラのフィギュアも写真を見る限り同じイヤリングです TOS との違いもあります。TOS のスールーはあージェナ・ミッチェルになっています そして TOS のスタイルは、えー、エリカ・オルテガスになっています今回はオルテガスがやたらとスポックに噛みついていますがそれは TOS ではそういうキャラだったせいです。パイクはすぐにスポックを呼んで時間移動したことを伝えるのですが未来のスポックは精神融合によってすぐに事態を把握します。 スポックはどの時間軸でも頼りになりますね。その際に、訓練船の事故は半年前に起きたが、死傷者は出なかったことがスポックから明かされます。この情報が元の時間軸でも有効ならば、パイクの事故は2265年頃と分かりました。ストレンジニューワールドが今のペースで続けば、 それはシーズン7にあたります。逆に言えばしばらくは大丈夫そうですね。いや、のんきなことを言っている場合ではありません。パイクが事故で負傷しなかったことから彼はエンタープライズ号の船長を続けているのです。なぜこの時間軸が悪い未来なのかを突き止めるためにスポックは、 パイクが自分のやり方を貫くよう進言しました付近の船に応援を求めると近くに USS ファラガットがいました船長はジェームズ T ・カーク別の時間軸ではありますがついにジム・カークが登場しましたねラーンも乗っています未来はこうなるのでしょうか 前哨基地は次々と破壊されました敵のバード・オブ・プレイは高エネルギーのプラズマ兵器を使い遮蔽装置で姿を消していますここで少しデザインに触れさせてくださいロミュランのバード・オブ・プレイはこれです船体に猛潮の絵が描いてあります バード・オブ・プレイとは戦闘機などを呼ぶ際によく使われる言葉で個別の船名ではありませんデザインしたのはハワイ出身の有名なデザイナーワーチャンで彼は TOS のトリコーダーやコミュニケーターなど歴史的な作品を残していますこのエピソードのバード・オブ・プレイは ジョン・イーブスが現代的にアレンジしたものですがその際にプロデューサーからワーチャンのデザインを変えないよう指示されたそうですストレンジニューワールドを見るとトリコーダーやコミュニケーターなども TOS のデザインがそのまま使われているのが嬉しいです私も偉大な先人に敬意を表したいと思います 話を戻します傍受した通信映像からロムラン人の姿がバルカン人とよく似ていることがわかりますスポックがみんなから冷たい目で見られるのも TOS と同じですねスポックは作戦会議で両種族が同じルーツなら開拓時代のバルカン人を考えて ロミランに弱みを見せてはならないと意見しましたジム・カークも「連邦が反撃してこなかった」とロミランが知ったら「むしろ戦争を招く」と攻撃に賛成しました無ンガを除いて全員が攻撃に賛成する中でパイクは難色を示しますそして 敵船が水星の王を通って位置が分かった時に、敵の破壊ではなく無力化を目指して対話の余地を残すという方針を決めました。つまりパイクは敵への攻撃は避けたいのです。さらにパイクは強気な科学がこのルールを守るかを不安に感じています。 それではこの場面 TOS ではどうでしょうか同じ会議が出てきますしかし科学は敵戦が彗星の王を通って位置が分かった瞬間に攻撃するという決断をしました。TOS ではそこから敵戦との1対1の壮絶な戦いになって最後には科学のエンタープライズが勝利します。 一パイクの未来ではファラガットが大破しその乗員を救出したもののエンタープライズも被弾してロミュラン戦を制圧することはできませんでした。科学は「あなたがためらったせいで負けたんだ。あなたは初めから敵を壊滅させる気がなかった」とパイクを責めました。 どうやらこの辺が歴史の分岐点かもしれないですね。パイクの情けが裏目に出たように感じました。パイクはロミュラン戦に対して停戦して話し合うことを提案し2時間の停戦が実現しました。カークは万が一ロミュラン戦が援軍を呼んだ場合に備えて 無人の採掘船や運搬船を無敵艦隊に見せるよう準備します案の定敵の副艦がロミランの援軍を呼んだことでエンタープライズは圧倒的に不利な状況になりますがカークのハったり作戦で何とかーバをしのぎますところがロミランの政務長官は司令官を処分した後 連邦攻略が簡単だと分かったと述べて連邦に対して宣戦布告をしてエンタープライズを攻撃したのですその結果エンタープライズは大きな被害を受けスポックは瀕死の重傷を負ったのでしたチャペルによると命が助かっても元の体には戻れないとのことです その後パイクは元の時間に戻りました部屋には未来のパイクがいて「君が始めたロミランとの戦争は今も続いている」と言いましたそしてスポックが重傷を負ったことを悔やんだのです連邦とロミランの間に平和をもたらし得た男がバイオベッドで寝たきりなのです 修道士は「パイクが道を間違えるたびにスポックが死ぬことになると言ったそうです」「スポックには銀河の運命を司る仕事がある」というのですパイクはマートへの手紙を削除しましたその後部屋を訪ねてきた スポックとパイクのセリフが感動的でした。このシーンです。パイクの「あえて嬉しいよ」という言葉で何かを察したスポックが「船長に感謝すべきようですね」という「スポック君はかけがえのない存在だ」というパイクに「あなたもです」クリス。 とスポックが言う。この短いやり取りに込められた2人の信頼関係と友情に心を打たれましたその後に流れる曲はメリッサ・カーパーの「メイキンメモリーズ」という曲です歌詞の意味は忘れがたい思い出を作ろう思い出したくなる人と出会おう 思い出を胸に刻んでいこうというような内容です。この時のパイクの吹っ切れたような表情から、パイクは自分の運命が避けられないものであるとともに、それが誰かを助けることにつながっていると気づいたように見えました。最後はウーナがイリリア人であることを隠した罪で、 バテル船長に逮捕されました。が、それはシーズン2に続きます。今回のエピソードほど何が正しくて何が間違っているのか考えさせられるものはなかったように感じました。タイトルの情けの価値、アクオリティオブマーシーはシェイクスピアのベニスの証人を引いているように思います。 情けの価値は強制されるところにはないそれは天から地へ降り注ぐ雨のようなものだ「施す側も施される側も情けは両者を祝福する」という言葉ですパイクとロミラン司令官の両方にごく自然に生まれた情け心は 戦いをやめるという祝福されるべき行いのように思われましたがその停戦によって結果的にはさらなる戦いが続き多くの犠牲者を出し戦争はいまだに終わらないのです。皆さんはどのようにお感じになったでしょうか 以上でストレンジニューワールドのシーズン1が終わりました数々の忘れられない思い出ができましたシーズン2は1月19日金曜日に公開される予定です私は1月21日日曜日から毎週1話ずつエピソードのあらすじや感想をアップしていこうと考えています シーズン2もよろしければまたお付き合いください。ドレックボーイでした。